オペラ座の秘密、レアはまだ進んでいなくて、レジェンドはこのチームで、クリアしまして、エピック行きます。黄色英雄がいないです。それとドーンを入れています。はい、行きます。エピックしんどいです。手持ち的に、エピック苦労してます。どうしましょうか。とりあえずなんとか穴を作って空打ちをして、で、マナを貯めて戦わんと。はい、それでは、ドーンのミニオンを呼んで、スカーレットは温存して、ここ行きましょうか。フィエンドを貼られて、メレンドル使って、ヘンゼルは使っちゃいましょうか。空打ちもできるんで、緑ダイヤ使って。パズルで倒しちゃいましょうか。こうかな。はい、ウェーブ2に入ります。真ん中にスカーレットを使ってドーンのミニオンを呼んでおいて、ではまず真ん中を倒しましょうか。ヘンゼル使って、まずは真ん中に穴を開けて、次のターンフィエンドを貼られて、メレンドルで、フィエンド剥がして、ドーンは使いましょうか。緑マナ青マナを貯めておきたい。緑マナ青マナを貯めておきたい。なんとかして緑マナ青マナを貯めておきたい。緑マナを貯めて、青マナを貯めたい。はい、ボス戦。フィエンド剥がして、オペラ座の怪人に、真ん中にスカーレットを使い、とりあえず穴を開けたい、マダムジリー狙っていきましょうか。ざっくり今は、マダムジリーを狙っています。ざっくり、マダムジリーを狙っています。慎重に考えて、ヘンゼルは温存しています。こちら、ドーンのミニオンが、今2体しかいない。ディガルド使ってフィエンド剥がしてからドーンを使って、さらにジリーを狙っていきます。念のためヘンゼルは温存してます。じわじわとじわじわと、スカーレットは真ん中に当てて、毒ダメージも稼いでいきます。緑めっちゃ消せるんで、一旦ヘンゼル使って、緑ダイヤ使って、で、緑ダイヤ使いましょうか。フィエンド貼られてメレンドルで消して、ヘンゼルはまた温存します。
ドカンと、マナ貯めれる目処がない限り、ヘンゼルは温存して、この4色チームで、おー、しまった。あれ、気抜いてなかったのにな。では、では、では。まず、ディガルドにマナ貯めて、ディガルドにマナ貯めて、フィエンドを剥がして、さらにドーンにマナ貯めて、ドーンのミニを呼んで、せっかくヘンゼルを温存していたのに、使いどころを失敗しました。あかんわ。これはかなりピンチ。ヘンゼル行っちゃったか。スカーレットも行った。ダメだ。これはまずい。アタッカーの二人が行っちゃった。メレンドルでなんとか回復したい。緑を寄せる？ドーンのミニオンも今1体しかいない。ここ行きましょうか。メレンドル使う。とりあえずジリーを倒してしまう。ドーンにマナーを貯めて、ミニオン呼んで、困ったな。これは困ったな。ディガルドで、フィエンド剥がす。ドーンにマナーを貯める。なんとかオデットを倒したい。なんとかオデットを倒したい。なんとかオデットを倒したい。この状況でドーンは使う。メレンドルも使って緑ダイヤ作って、よし！ヘンゼル行ってスカーレット行って諦めかけましたけど、なんとかクリアはできそうですね。ランキング上位目指していないんで、もうクリアできたらいいかなと考えてるんで、これでいいです。はい、これで勝ちですかね。アイテムジャブジャブ使って、エピッククリアです。はい、ありがとうございました。はい、エピック完了です。